クワガクワこんばんは、クワガクワガクワです。今日、本日、愛犬犬、26回目は愛犬犬終わった後です。皆様、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も、初めて最高のエンディングでした。本当にどうもありがとうございます。私たちの、俺たちの愛犬犬、俺たちの誇り愛犬犬、無事26回目終わりました。おめでとうございます。ありがとうございます。俺とお前と、俺とお前と、アイエンティエ。今、去年の9月29日だね、29日から、CD を、デイズという CD を出させてもらって、ミュージックファクトリー、ここミュージックファクトリーでレコ発のイベントを出させてもらって、それで8月の25日にドラッグアーズ、デイズツアーファイナルをここで行いまーす。僕ら16年間バンドをドラッグアーズやってるんですけど、レコ発のイベントをして、レコ発のツアーをいろんな場所でやらせてもらって、レコ発の CD のリリースツアーのファイナルって、ちゃんと銘打ってやるのは16年目にして初めてのことです。だからすごい自分たちの中でも特別な思いがあって、すっごいいいものにしたいと思って、メンバー4人でそのファイナル8月25日に向かってます。だから本当にこの動画を見ている方々にもしっかりちゃんとチェックしてもらって、反応してもらって、8月25日はぜひ坂田ミュージックファクトリーに遊びに来てもらえたら本当に嬉しいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポンティアック75ロッそういう感じ、さぞ波みたいな。ポンティアック75、ポンティアック先輩は、さっき16年間バンドをやってきたって言いましたけど、その自分らがバンド、ドラッグアーズを始めた時からいた先輩で、初めて、バンドでライブを出たのが、庄内の松山っていう町にある、そのコンテスト、まさに今日やってる、そうコンテストのイベントにドラッグアーズとして初めて出たんですけど、それが1回目なんですけど、2回目にこうなんかスタジオのミュージックファクトリーのスタジオのオーナーからライブやるんで見に来てよって言われて、見に行ったイベントにポンティアック先輩が出ていて、そのポンティアック先輩を初めて見た時からずっとそのかっこいい背中を追いかけてきて、今までずっとこの庄内でここでどうやるかっていうことを大事に活動していく道しるべになってくれた先輩のバンド、ポンティアック75、企画に誘うのも初めてですね、初めて。自分の中では本当に恐れ多くて、すっごいかっこいいと思ってるバンドで、このバンドがいなかったら本当になんか自分らもいなかったんじゃないかなと思うようなバンドを誘わせてもらいました。ポンティアック75。インビジブルリンク初ね。初です。さあ、フライデーズ。フライデーズは、ドラムの音坂が、その高校とかからね、一緒の同世代で、今でもその坂田のシーンを引っ張ってる、坂田フォークのオーナーがやってるバンドなんですけども、ずっとこう、なんかでも同世代だから、いろんなことを
こう話しながら、うん、悩みも共有しながら、うん、やってる音楽のジャンルとかは違いますけど、あのずっとこの町でこの酒田でこの庄内でどうってやるかっていうことをなんかあのこうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかな、ずっと話をしてきた同世代バンドっていうのはやっぱり他にはいないので、すごい自分たちが特別なんですよね、存在が。だから、16年間企画、今までその愛媛県とかもインビジブルリンクじゃないね、インビジブルリンクをやってきましたけど、初めてです、企画に誘わせてもらうのは。でもこの大事な宇治原にとっても初めての、フェーズツアーのファイナルだからこそフライデーズに出てもらいたいと思って誘わせてもらいました。本当に心よく出演を決めてくれて本当に嬉しかったです。2番目の出演番のフライデーズ、うん、めっちゃ嬉しい、嬉しい。あと一番大事にしたいって思う日に出てくれるバンド、これが見なかったら始まらないでしょうというバンドが出演決めてくれましたね、うん、トリプルヘッド、ドリル、ドリルヘッド。でも今日も愛媛県終わった後にこの動画撮らせてもらってますけども、やっぱりドリプレとは愛媛県を始めた時からずっと同じ視線で同じその何か葛藤だったりとか、そのどういうものにしたいっていうものをずっと共有してきたバンドで、なんかやっぱりその活動の中でも一番外せないバンドなんですよね。だからやっぱりもうなんかもうその今ツアーを回ってて、その出てもらいたいバンドどうするって話になって、やっぱりドリプルは無条件でこれが出てもらいたいみたいな感じになったし、その出てよっていう言葉にもその2つ返事どころか1つ返事どころかオファーもしないみたいな出ることになってるよみたいな。そうですね。そういう感じでなんか本当に自分たちにとって一番大切で一番負けたくないバンドで、本当にその一番信頼しているバンドから今回芸術ツアーファイナル出てもらいます。酒田トリプレ。この4つのバンドで、8月25日酒田ミュージックファクトリーでデイズツアーのファイナルのイベントをやらせてもらいたいと思いますので、本当にどの自分たちが携わるイベントだったり、この町内で行われているイベントというのは本当にどれも愛おしいものであって大事なものだと思うんですけども、自分らにとってもこのファイナル、16年間の活動の中で、一つの節目となる大事なイベントなので、本当に出会った方からも今まで16年の活動で出会っていただいた方々からも、最近うちらを知ってくれた方々からも一人残らず来てほしいなって、そういう思いでいます。それで何か届かないなんてことはないようにね、もう気持ちが届かないなんてことはないように、ドラッカーズ4人で8月25日まで町中駆けつり回ってしっかりお知らせしてありますので、本当になんかこの気持ちを受け止めてほしいというのは純粋に思いますよね、思います。本当になんかいろんな店舗の方からもそのポスターを貼っていただいたりとか、これから
いろいろ回りたいと思ってますので、本当になんか8月25日まで全力でやっていきましょう。やっていきましょう。ということで、これから、ドラッグアーツ、地元のイベントはね、今日6月23日、8月25日までは、もしかして最後かもしれないですけども、この街で、ファイナルまで一生懸命全力で駆け抜けていきますので、ぜひ、ファイナルの実は遊びに来てほしいと思っています。どうぞよろしくお願いします。面白い動画だったりとかいろいろこうなんかあの皆さんの見てくれている皆さんにできるだけ近づけるような動画を作っていきたいと思いますので、最後までどうぞ楽しみにしていてまいりたいと思います。見てくれて今日も本当に見てくれて本当にどうもありがとうございました。とらかず真摯に一生懸命8月25日まで走り抜けますので、どうぞよろしくお願いします。今日 V 振りないよ。今日 V 振りないですけどね、本当に V 振りないないいつもこうやってライブ動画やってる。そうですね、まあちょっと立ち位置が変わったみたいな感じになるけど、思いが溢れたっていうことでこうなんかちょっと思ってもらって、今日本当に動画で伝えたいことは、ザ・ファイナル8月25日坂田ミュージックファクトリーで、4時オープンでお会いしましょう、お会いしましょうと、当日はドラッグアーズ、これも初めてです。フードの方もね、自分らが大好きな、俺の大好きなタコライスと唐揚げを確かにそうですね、無事か、友達のみんなの友達のミカさん、フェルナンドがやってる、お肉のお店と、僕らの店、そう、なんか4時でオープンして、なんかみんなで乾杯しながら、そのなんか最終日をなんかお祭りみたいに迎えたいなって思ってまして、やっていくので、当日で。ぜひよろしくお願いします。イエーよしじゃあよし頑張ってください。おい頑張ってください。何すか、頑張ってください。何すか、何すか、何すか、あれだこの誰やけどバカ野郎。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。バイバーイ。